はいどうもー、ゆうごドット TV でーす。お題を出す前に録画開始しまった。はい、こちら千葉県旭市 JR 干潟駅から徒歩30秒ほどにございます。手作りアクセサリーのお店ラスター、こちらから全世界中に配信しております。お届けするのはアッシー佐久間ゆうごでーす。はい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 、教えることはできませんが共に学びましょう。この言葉好きなんだよね、吉田松陰先生の言葉。私は教えることはできませんが共に学びましょう。間違いない。この頭の悪い俺が教えることなどまず無理だから、こうやって一緒に画面を通じて共に学んでいきたいと思います。早速じゃあ本日のお題を読んでいきます。格言を会話の中に取り入れると話に説得力が出る。こちらを今から読んでいきます。私は小さい頃些細な嘘をつくたびに母からよくこんな言葉を言われました。嘘つきは泥棒の始まりだよ。あなたも一度は聞いたことがある有名な言葉ですね。嘘をついていると自分を偽ることが普通になり、泥棒になっても罪悪感を抱えなくなるという教えです。嘘をつくことはまさに泥棒への第一歩を踏み出している。だから嘘をつくのをやめましょうということです。私が受けた教えはこうした格言だけではありません。一番感心したのは母が上手に会話の中に格言を散りばめるというその配慮です。母は昔から日本のことわざを日常会話にうまく散りばめ、幼い私にも分かりやすく説明する達人でした。ことわざは先人からの教えの凝縮です。一言で分かりやすい言葉だからこそ幼い子供にもすぐ理解できます。いつも言っているため母の言葉なのかことわざなのか分からなくなる時もあるくらい自然に会話の中に取り入れていました。ことわざを会話の中に取り入れると言葉に説得力が出てきます。会話にリズムがついて活性化されます。母からよくことわざを使った会話をされてきたため子供である私にも癖になってしまいました。ハッピーライフスタイルでは数多くの言葉が登場しますが、格言を持ち出して会話を切り出す話し方は親譲りなのです。今日の格言、会話の中に格言を散りばめる。うわぁ、そう。なるほどね。随分と、難しい技じゃないですかね。普通に会話してて、中途に格言を散りばめる。そんくらい頭の回転のスピードが速く、物事もよく知ってなきゃできませんね。まあ、そういう技を使えるように、いろんな情報をインプットして、アウトプットして、いろんな人の役に立てればいいなぁと思っています。ということで、本日も勉強になりました。ありがとうございます。